中村光太郎は、日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍大将。林内閣の陸軍大臣。石川県出身。子息は、陸軍中佐、中村の郎、陸将、中村薫生。石川県金沢市水溜り町出身。石川県氏族、中村吉房の長男。石川県第一人上中学校から陸軍、中央幼年学校。 陸軍士官学校に進む。1901年11月22日に、陸士13期を19番、722名の優秀な成績で卒業している。同期生に、林勝倉中将、堀武雄中将、立川美智中将、三宅孝治中将たちのほか、日露戦争の旅順攻撃で有名な野木稀介、大将の長男、勝則不評将尉もいた。 1902年6月23日には、不評少尉に任官し、福井県鯖江市を英術とする不評第36連帯府となっている。1903年の職員録によると、当時、同連帯には2.26事件で暗殺される、教育総監、渡辺上太郎大将も、不評注意として勤務していた。日露戦争が勃発、第9師団にも動員され、 サバエ連隊の大替副官として出生している。同年8月2日には、不評注意に進級している。復員後の1906年11月22日、陸軍中央洋年学校生徒隊中隊長から、エリートへの関門である、陸軍大学校に合格、在学中の1908年1月29日には、不評稼同規制の序列7番として、不評単位に進級している。 このクラスからは、元帥一人、大将四人を輩出している。1909年12月3日には21期生として、卒業している。この直後、1910年1月17日に、金沢の名家、千田昇文体駅少佐の三女、由紀子と結婚している。四女、銀須は、今村ひとし、六女、八重子は、田辺森武に嫁ぎ、義兄弟になっている。 また、千だけの男児は、長男、のぼ太郎、次男、健次郎、三男、木村三郎と、軍人一家だった。第一次世界大戦で出生した。第八師団長だった1935年8月には、大隊長として赴任してきた秩父の宮が、部下になっている。林千十郎内閣で2月2日に、陸軍大臣を務めたが、2月6日に、発熱、2月9日に、 朝チ,チフスと診断され辞任。在任期間は8日間のみであった。専任の陸軍大臣としては最短記録。その後、朝鮮軍司令官の時に長古本事件の処理にあたる。大野俊明著、西郷隆盛の首を発見した男 P177,178 文春新書、2014年。ありがとうございます。